通りじゃダメだって思った時はここに帰ってこい。僕らが命を懸けて笑顔にしてみせるから、いいか。今日はなんと往年の寝起きドッキリをしたいなと。というのもモーニングルーティーンとか流行ってるじゃないですか。ガクトライブデイルーティーンを撮りたいなと思いまして、どうせなら兄さんのパンツの色もチェックしようかなと。まあ本邦初公開めちゃくちゃ暗いんですよ。寝てるとこ暗視カメラ買ってきました。じゃあ行きましょうか。カモン行くよ。ガクちゃん行く。めっちゃくちゃ暗いです。見えます？暗視ゴーグル大丈夫？裸眼では全然見えないんですよ、暗くて。カリブの海賊ですよ、ほぼ。さあ降りますよ。奥にガクト兄さんいますよ。今日ライブなんですけど、あの 2,3 時間しか寝てないということで機嫌は相当悪いんじゃないかという。行きます。おはようございます。暗い、予想以上に暗い。足が見えます。ここに兄さんじゃないですか。兄さんおはようございます。兄さんおはようございます。うわ寝返りですかね。めくります。兄さんおはようございます。何もおはようございます。兄さんガクちゃんです。バカ。兄さんの一日を密着させていただきたいなと。今日のパンツの色は裸だよ。今日のずっと見てるぶっ飛ばされた。本当にこの日のためにわざわざ暗視カメラ買ってきました。買うな。何もう。次はですね、兄さんのバスルームに潜入ということで、これも本邦初公開でございます。レッツゴー。兄さんおはようございます。すいません来ちゃいました。おはようございます。ちょっとお前らなんでめちゃくちゃすごいですね。僕ら全員入れますよ。何やってんだよ。モーニングルーティーンです。ただのドッキリじゃん。さあということで、兄さんのですねドレスルームで多分もうお着替えされてるのでね、潜入してみたいと思います。失礼します。あれいた。兄さん何されてるんですか。お前らは何してんだよ。懸垂バーいきなりトレーニング、ウォーミングアップしてんの。兄さんのドレスルーム店じゃないですか。もう店バーだ。これってさ、もうちょっとさ、はい、あのなんかドッキリとかじゃなくて、もうちょっとなんかあのセレブ感のあるなんかやつじゃないの？いや、みんなやってるやつってこの絵セレブですよね。あのさ、違う。なんで僕だけ寝起きドッキリなの？いや、おかしいじゃん。ありがとうございます。ちょっと邪魔しちゃいけないので、ね、朝の時間の邪魔してるよ。おはようございます。
帰れねえけど。いや、モーニングルーティーンですからもう。ずっとお前たちさ。え、これから何をされるんですか。野菜ジュース。あ、野菜ジュース、うん。これルーティーンで毎朝飲んでるんですか。これは左右。左右。これはオイル。オイル。酵素の。はい。スロジューサーで作ったジュース。へえ。これはビタミン C で。はい。で、これはマヌカハニー。あ、マヌカハニー。これが僕の朝食。あ、これ朝食ですか。左右肌めちゃめちゃ綺麗になるし、はい、便秘の人とかもね、はい、すごいよ。食事の前に 500cc ぐらい左右飲んだ。めちゃくちゃ抗菌作用が高いんですよね、マヌカハニーって。うん、やっぱほら、僕ってさ、はい、あの菌にまみれてるじゃん。はい、誰かはいって言っちゃったよね。リアルな野菜から全部作ってるんですか。そう、一切 水とか入ってない。野菜の酵素は30分経つと、はい、そこから酵素は壊れていって、はい、作って30分以内に飲まないと意味がない。あ、そうなんですね。普通の食事の中に野菜の中にも炭水化物いっぱい入ってるから。あ、なるほど。あえて炭水化物だけを取るっていうことはしない。うん、また兄さん酵素ドリンクですか。違う、マキアートだよ。マキアート一緒のようだから。あ、マキアート。コーヒーね、もともとね、はい、憧れが強くて、はい、全然コーヒーの本当飲めなかったんだけど、はいはい、やっとこの数年で、はい、やっとエスプレッソマキアートの美味しさが分かるようになって。なるほど、大人になったな。いや、すごいですね。で、兄さん、そろそろライブのお時間でございます。はい、お願いします。え、兄さん、この靴なんすか。3つあるんですけど。あ、これ日によって気分で。そう、ないかかと。ほら、足首綺麗に見えるじゃん。はい、まあ、確かに。で、兄さん、ジャージにこれめちゃくちゃ怖いですけど。めちゃくちゃ怖い人ですけど。いいんだ、車の中で履き替えないの。別に。はい、兄さん、いってらっしゃいませ。あとで行きます。お前も僕もギター弾きに行きますので。いってらっしゃいじゃねえよ。失礼します。同じファミリーだということを認識して、今日の仕事を全うしてください。最高の思いを届けてあげてください。お願いします。お願いします。よろしくね。最初にここからそのステージを見て大きいなと思ったのを覚えてるか。覚えてます、はい。前回に見た時より小さく感じないか。確かにそう見えますね。そんだけお前らが見てる人たちの距離をどんどん近づけられてるってことなんだよ。ガチャですよ。ニサビのところが多分で、あと
組み立て下手の動き違うんだよな。どうぞ合わせて。はい、余韻がありましたね。はい、全部全員の手を挙げた方が綺麗なんじゃないかなと思ったんだよ。あれ、曲を聴いて曲のタイミングで手を挙げるっていう風にやった方がいいんじゃないの。なるほど。手を挙げるポーズだけ全員合わせ、はい、しといて。はい、はい、やりましょう。はい、お願いします。周りを見て動けるようにしてくれよ、いいか。はい、はい、頑張りましょう。よろしくお願いします。疲労困憊。あの今こんばんは。ウォーミングアップだから。ではストレッチとして可動域を広げたいとか、あと筋肉を動かしたいとき、少しその時は片手だけ。バランスが向こう側に行くようなイメージ。やってきました、東京3日目。はい、一番後ろの見に来てるファンの一人にまで届けられるように気持ちぶつけていこうぜ、いいか。はい、What time? It's show time! ありがとうございます。1曲目から飛ばしていきますよ。袋ちょうだい、袋。このまま回ってテストが上。すみません、しますよ。いらっしゃい。ありがとうございます。注意腰でお願いします。すいません。はい、チーズ。はい、チーズ。ガクさん、ここってどこですか？ここは男が帰ってくる場所。どういうことですか？ライブって戦場じゃん。戦場に行った兵士ってさ、はい、またその戦場に帰らなきゃいけないっていう気持ちになるんだよ。まあ、さっきまで戦場にいて、そしてそのトラウマを引きずりながらまた別の戦場に行くっていう。まあ、まあ僕の別の戦場は PVG なんだけど。ゲームの PVG。 まあみんなにとってはゲームかもしれないけど、僕にとっては戦場だから。今からだいたい4時半とかぐらいまでは血を浴びてくる。4時半の明け方ですね。まあまあ、みんなにとっては明け方かもしれないけど、僕の闇はずっと続いてるから。まあ2人であったり4人であったりいろいろあるんだけど、まあ簡単に言うと、はい、島に降りて、はい、その島で100人の敵とトラウマを共有し合うっていう寂しい男たちの物語かな。基本的に病んでる人たちが集まり、僕もまたその4人に揉まれた一人で。なんで？マジかな。お疲れ様です。お疲れ様です。
兄さん早速戦場に出てるじゃないですか。もう練習してる練習中。兄さん、あのお願いがあるんですけども、うん、学者でもぜひ PUBG のテクニックを教えていただいたりとか、ゲームを配信したりとか。それガムセンテルじゃん。そうです、あのガムセンテルを彷彿させる。きついよあれはきつかったですけどね。いいけどさ、やった。ちょっと近日公開ということで、皆さんお楽しみにしてください。さあ、今回カオスツアーステージも凝りに凝りまくってんですけども、グッズもですね、兄さんが相当アイデアを詰め込んだものが目白押しでございます。例えば、後で紹介しますが、この帽子なんとですね、こうやってステッカーみたいにつくんですね。でカスタマイズできるみたいな、かなり面白いアイテムがいっぱいあります。ということで、開演前に、ちょこっとグッズ売り場も見に行こうかと思っております。すぐ入れるファンクラブブースでなんかくじ引きとかもできるみたいなんで、そちらも行ってみたいと思います。レッツゴー。さあ行きましょう。まずこちらがファンクラブブースです。兄さんの愛すべき G&ラバーズ、これに入れますから。ファンクラブに入ったらこういうこともできますのでね。抽選ができると、はい、抽選しましょう。58番です。いただきましたこちらがオブジェ、ここで写真撮れるとインスタ映えアイラブガクトになりますここが物販ブースですね。ね、可愛いんですよね。このトートバッグすごいいいんですよ。売り切れ続出。公演別刺繍ワッペン、毎回違うんですか。今日は2月10日の東京公演。ガチャガチャですよ。27種カオスガチャ。やってみましょう。ゲット。結構いいよこれ。これついてるんでしょ。結構。つけれると。お好きなとこにつけれます。はいね。ガチャもどんどん追加がねあるみたいなんで、ぜひチェックしてみてください。さあ戻ってきました。いかがでしたでしょうか。なかなかねいいものいっぱいあるんじゃないかなと。さあ皆様もぜひ、手にしてください。ツアー終了後も、まだ通信販売で買えるみたいなんで、詳細は gacto.com をチェックしてみてください。ではさよなら。さようなら。チャンネル登録、高評価よろしく。